今日。後半戦で、ね、またあのホームでも勝てるようになってきていますからね、うん、果たしてデータ通りになるのか、あるいは渡辺監督率いる山口が、加藤勝がパスを渡して、ここも細かいパス交換、縦に入った、抜けてきた、シュートだ、米田、こぼれ球、ここはいいカバーでしたよね。米田は去年の山口戦でも決勝ゴールを決めています。あったと思うんですけれども、はい、遅れたということで右足持ち出してね、うん、いいフィニッシュまでつなげましたね。名倉が持ち出して、ここもオーバーラップ、近くを使ってクロスが入って、ヘディング弾き返した山口です。ペナルティエリアの中、クロス、ゴール前、決めた、エジガルジュニオ、3試合連続ゴール、先制点をもたらしました、エジガルジュニオ。ここの一連の流れですけど、つないでるとこ前に持って、一瞬ね、数的優位を作り出して、名倉選手ここの最初のねプレーも溜めるとこも良かったですし、まあ、この後ボックスの中で粘って粘って、スペースないところですけど股を抜いてですかね、最後ねしっかり、まあ、見えないところから出てきたと思うんですけれども、エジガル選手もね、はい、方向を変えるだけねうまく合わせ、相模原戦ですかね、あの0対0スコアレスドローでしたけども、長崎、まあ、空いた試合で、あの松田監督はセットプレーで点が取れると楽になるんだという話もされていました。さあ、ここはパスになりました、エジガルジュニオが決めていきました。相手ゴールキーパーのパスミスを見逃さず、そのままゴールに流し込みました。エジガル選手ちょっと外を見てて、吉水選手が間を狙っているのをちょっとかわがって、ちらっと今見ましたよね。なるほど、まあ、そこで間につけてくるんだろうということで、もう完全に読みが当たって、そこをケアしてっていうところですね。まあ、この蹴る前に少し間をつけるところを見ましたので、うん、まあ、最初の時点では真鍋選手のことをね、右側にいたセンターバック、あのチョイスミスだったりトラップがねちょっとずれたりっていうところで、うん、あ、チャンスですね。エジガルから澤田、澤田は中にカットインか、パスを渡して加藤勝のクロスに、ゴール前、上中が待っています。ここから狙っていった、桑崎優也、プロ初ゴール、長崎に生まれました。まあ、よく決め切りましたね。ここもこぼれ球、ちょうど、まあ、こぼれてきたんですけれども、まあ、強く打ちすぎずにね、しっかりミートを心がけて、まあ、ドライブも